知りたいです。福 顔。ありがとう。クレープ好きですか？好きだけど全然食べてない。あれが好き。甘いクレープも好きなんだけど、ツナとキャベツ、レタス、ツナサラダみたいなクレープの甘くないのが好き。福岡でおすすめのスポット教えて。福岡でおすすめのスポットは、私は百千浜が好きかな。去年 TikTok 好きです。ありがとう。イエーイ。コメント読んでくれて嬉しい。めっちゃ読みますよ、コメント、マジで。今ね、ずっとコメント見てます。キャンプしたことありますか？いや、記憶上ないです。やりたいです、今めっちゃ。キャンプ一番やりたい。めっちゃキャンプしたいな。明日から福岡行きます。どこ行くんですか？明太子めっちゃいいですよ。ということで、本当に久々のインスタライブなんですけど、告知をさせてください。 この後、24時、ほんま24時かな。今野球やってるんですけど、それが押したらその時間からスタートなんですけど、からあざとくて何が悪いの？あざとくて何が悪いの？放送されるので、ぜひ見てください。はい。トレンド入り、ありがとうございます。嬉しい。いつも、毎回ありがとうございます。します。めっちゃ、私もリアタイするので、明日早いんですけど、リアタイするので、テレビ見つつ、携帯見つつ、追います。でも野球がちょっと押してたら来週放送になっちゃう からちょっとあれなんですけど、まだ分かんないんですけど、とりあえずは待機しときます。はい。ということで、 ちょっと私インスタライブが正直すみませんけど、ちょっと苦手なんですよね。ちょっとコミュ障になっちゃうから、インスタライブだと。 ちょっとこのぐらいで一通り終わらせていただきたいなと思います。ごめんなさい。 野球もうそろそろ野球終わりよ。本当ですかね？押してるみたいなファンの方が言ってたですけど、大丈夫かな。じゃあみんなで屋台しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ラインライブしてる？ラインライブしたことないです。ラインライブは、あれでしかしないよね。なんとか配信みたいな。なんで外して結んだんだろう。あざとくて何が悪いの？最後にお願いします。はい。博多弁バージョンでいきますね、じゃあ。ちょっと、第一段階の、放送のやつが、博多弁バージョンが使われてたから、博多弁バージョンで行かせていただきます。あざとくて何が悪いと？ありがとうございました。どうやって終わる？